やばい、やばい、やばい。マジでやっちまった。急いで逃げないと。どうかバレませんように。どれだけ活躍していようと一瞬にして評価が地の底に落ちてしまう芸能界たちの当て逃げ、引き逃げ騒動。わざとではない以上、冷静に適切な判断をすれば大事は免れるのだが、なぜかそれができない芸能人。実を言えば、これまでに当て逃げ、引き逃げ騒動を引き起こした芸能人は何人も存在し、懲役を受けている者もいた。1、伊藤俊博。最初に紹介するのはフジテレビの人気アナウンサー伊藤俊博。人に寄り添う気持ちをモットーにアナウンサー業を行い、誠実な印象を抱かれている彼だったが、2012年に過ちを犯してしまった。だって、はぁ、ちょっと待ちなさいよ。ねえ、肩にぶつかったんですけど。信じられない。いいわ、ナンバーも覚えたし、今すぐ通報してやるんだから。東京都港区を走行中、30代女性の肩に左ミラーが当たったにもかかわらず、救護義務を果たさずに走り去ってしまった伊藤アナ。本人曰く、事故に気づいていなかったと説明しているが、軽くても衝撃は伝わるのではとネットを中心に疑惑が拡大。幸いにも被害者女性に怪我がなかったことで、この事故はひっそりと消えていったが、これ以降、彼が当て逃げ系の報道をする際には、少しばかり気まずい空気が流れるようになってしまうのだった。私事でご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。この件を真摯に受け止め、この後はさらに安全運転を心がけたいと思います。2、ノンスタ井上。次に紹介するのは、当て逃げ芸能人の代表格ともいえるこの男。人気お笑いコンビノンスタイルの井上裕介。彼が起こしてしまったのは2016年12月11日の夜のことだった。何がやばい、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 やっちまった。世間にこれがバレたらとんでもないことになる。早く逃げないと。大丈夫、ほんのちょっと当たっただけだ。当たってないようなもんだし、きっと。そうしてパニック状態に陥った井上は、都合のいい言い訳をしながら首や腰に軽い怪我を負ったタクシー運転手を放置して逃走。明らかに罪ではあるのだが、警察の調べや会見での深い反省の念と許した被害者の心情を考慮し、不起訴処分となるのだった。井上の当て逃げ事故な、なんで車から出て謝罪せえへんかったんやろ。しっかり反省してほしいですね。ちゃんとしなきゃダメですよ。3、清水健太郎。3人目に紹介するのは、歌手と俳優の両方で大成功を収めながらも犯罪歴が非常に多い清水健太郎。1970年代から何度も違法物関連の罪で逮捕されている彼は、2008年にひき逃げ事故を起こしていた。被告清水健太郎は2008年10月27日午後、台東区の交差点で乗用車を運転中、一時停止を怠り、自転車で横断中の男性と衝突。怪我をさせた後、そのまま逃走いたしました。それから3日後、警察に出頭し逮捕。自動車運転過失傷害と道交法違反の罪で懲役10ヶ月を求刑します。うん、では判決を言い渡す。彼は事故が警察沙汰になれば芸能活動再開の指標になるという身勝手な理由で逃走した。故に清水健太郎を懲役7ヶ月の刑に処す。当て逃げよりも罪が重いひき逃げ事故。過去の逮捕歴もあり、この事故によって彼の芸能活動は絶望的な状態へと陥るのであった。あの時逃げなきゃよかった。4、吉澤ひとみ。先のようにひき逃げという重い罪で逮捕された清水だが、ひき逃げ事故を起こしたタレントの中では清水であってもまだ軽い方。4人目に紹介する元モーニング娘。のメンバーであった吉澤ひとみは、2018年9月6日に悪質極まりないひき逃げ事故を起こしていた。ちょっと何あれ、やばすぎでしょ。ひき逃げだ、ひき逃げ。くそ、ひでえ。今すぐ救急車を。横断歩道を自転車で渡っていた人を跳ね飛ばし、歩行者もすごい勢いで路上へと放り出すというとんでもない所業をしてかした吉澤。そこに加えてこの時彼女は酩酊するほどのアルコールを摂取しており、
それらの行いはこれまで語ってきた3人とは違って明確な意思が存在していた。主文、吉沢ひとみを懲役2年執行猶予5年の刑に処す。5、伊藤健太郎。5人目に紹介するのは多くのドラマや映画の主演を張り人気絶頂中だった俳優伊藤健太郎。2020年10月28日自転車を運転していた彼は男女が乗っていたバイクと事故を起こし、痛みに耐える2人を放置して逃走。目撃者が彼を追いかけなければ伊藤は無残にも逃げ切っていたかもしれない。あんた今すぐ戻りな。パニックになったのかもしれないけど、怪我させた二人を放置しちゃダメだよ。わかりました。その後引き返した伊藤は首を捻挫した男性と左足を骨折した女性に謝罪し、警察が来てからそのまま逮捕へ。ただ最初の方は反省の意思があまりなかったようで、示談が成立して不起訴処分になるまでなんと5ヶ月もかかったのであった。まあ見舞いに何度か来てくれたのは嬉しかったけどね。最初なんて事故現場でスマホをいじるくらい態度悪かったからさ。6、萩原流れ。6人目に紹介するのは1980年代から2000年代にかけて数多くの主演を張ってきた人気俳優萩原流れ。彼は2014年に歩行者に後ろから接触し怪我をさせるというひき逃げ事故を起こし書類送検されていた。ただ防犯カメラの映像であなたがひき逃げ事故を起こしたことは分かっています。改めて聞きますが、これについて何か言いたいことはありますか？私がひき逃げですか？車に何か当たったような感覚はしなかったと思いますし、正直言って1年前のことなので何とも。それに私自身精神的な病も抱えていて。そんな諸々の理由で容疑を否認していた萩原。それらを考慮しここから捜査を始めていくとなったその矢先。嘘だろ、こんなことって。これほど最悪な結末も他にないだろう。7、藤本敏史。最後に紹介するのは今話題沸騰中であるフジモンこと藤本敏史。ここで改めて7年前に彼がノンスタ井上に突きつけた言葉を思い返してほしい。井上の当て逃げ事故な。なんで車から出て謝罪せえへんかったんやろ。しっかり反省してほしいですね。ちゃんとしなきゃダメですよ。こんなことを言っていたフジモンだったが、彼もまた2023年10月4日に渋谷の交差点で出会い頭に車と接触し、そのまま逃走するという事態を引き起こしていた。さんまさん、すみません。本当にすみません。もう自分でもどうしたらいいのか分かんなくて、降りて謝って警察に連絡するってのは分かってたんですけど、パニックになっちゃっていろいろと迷惑かけます。逃げてしまったのはパニックになったからか、隠したいことがあったからか、現状では理由は明らかにはなっていない。ただかつて井上を説教した言葉が特大ブーメランとなって帰ってくるなんて思ってもみなかっただろう。立場や責任が重いからこそ事故を起こした時のパニックが強いのかもしれないが、かかっているのは取り返しのつかない人命だ。焦らず被害者のことだけを考えてほしいものだ。どれだけ自分は絶対に逃げないと思っていても、いざ事故を起こしたら魔が差してしまうものなのね。おぎやはぎさんもフジモンさんは正義感強いし絶対に逃げるような人じゃない。他に何か理由があるはずなんて言ってたけど、パニックに陥ると人間って怖いね。明日は我が身、私も気をつけないと。気をつけるも何も、あなた運転は男がするものとか言って免許持ってないやない。バカね、私ももう大人よ。事故に遭った時に自分の身は自分で守らないと。大型特殊自動車免許絶対に取得してみせるわ。いや、ブルドーザー系の免許やないかい。事故を起こさないように勉強して免許取るんかと思ったら、起こされた時の防御を固める気なんかい。空に